はいみなさんこんにちは歴戦に講師の森山です で今回はえ私が担当するキートピック、転講義についてお話をしていきたいと思いますえ。こちらがどのような内容なのかということについて、まあ、受験生の方から質問なんかもありましたですからちょっとだけこうお話をしていきたいと思いますがでこちらはですねえどういう講義かということになりますがまずは聖戦闘連のフルパックこちらを受講していただくと、まあ、付録でこうついてくる講義になります。もちろんんでですかから論戦なは私の方が全部監修をして それから解説講義を担当してますのでそちらの当連の解説講義というのはもちろん存在をしますそれに加えてこの、T、キートピック、転講義というですね20分間の動画完結の講義こちらの方をですね提供していくといった形になりますこれを全10回配信をしていきますでこちらの方はまはあ、当連とは関係なく、まあ、横断整理それから発展論点 それから解放テクニックなど、まあ、私がですね話したいことこれを合格するために知っておいてほしいというものについて、まあ、お話をしていきますですから、まあ、当連にプラスしてさらにこう得点力を増強していくことができるようにということで私の方うがふ、まあ、普段のです、ね、インプット講義やふ、まあ、普段の当連の講義なんかでは提供されないような視点というものをですね、まあ、基本的には発想の中心にしてお話をしております。 まあ例えば、えーまあ、今日はですね値て、えー、当剣とそれからあ、ね、仮登記担保とか値保証とかの比較みたいな形ですね、えー、そういう、まあ、横断的なですね、発展的な整理なんかもしていきます。 でそのようなところについてお話をしていきますで、こちらはテキストはなく、もう動画完結ですから、まあ、動画のところで全てこう情報を提供して、まあ、例えばスマホなんかだけでも見ることができるように、まあ、私のです、ね、バックのところに、もう情報はすべて画面の中で展開をしていくといった形になりますから、もう気楽に聞いて、もう隙間時間を使って、20分ですからね、隙間時間を使って、もう力をつけてほしい、そのようなところで提供しております。 でこちらはまあ、フルパック受講生限定ですからそちらの方を取、えー、った方はぜひ、えーまあ、時間を見つけてもう電車の中とかで構いませんからスマホをこう出していただいてぜひ受講していただければと思いますでそれがどのような講義なのかということで今日はちょっとですね、えー、5分ほどではありますけれども実際のものを見ていただければというふうに思いますでは、えー、こちら動画の方でもお会いできるの楽しみにしていますではどうぞ ははい皆さんこんこにち講師の森山ですキートピック10第3回こちらを始めていきたいと思いますさあ今回のお題はこちら検察官ができるものできないものこれを押さえていこうということになります民法では検察官が請求権者に入っているもの 検察官がが入ってないものがありますねこれについて一つ一つ確認をしていきたいというふうに思います、えー、個別に勉強するときには気づかない論点についても考え方についてもまとめて勉強することによって横断整理をすることによって気づくこともありますですから今回はこの検察官ができるかできないかということをまとめて横断的にお話をしていきたいと思いますで検察官がででききるものできないもののない 意味とすれば公益の代表として検察官というのは出てきますから公益に関するものであれば検察官が出てくるし公益とは関係ない私的なものこれは当事者が自分の意思で請求しないといけないよね公益の人が口出すことはダメだよねっていうものに関しては検察官は入ってないわけですよ。ですから まあこういうことについて当事者が決めるべきものであれば検察官は出てこないし公益に絡まなければいけないようなもの公益があるよね、公益的に取り消さなければいけないよねってものに関しては例えば検察官が出てくるということになりますでそういうことについてちょっとまとめていこうということになりますただ、単にですね、検察官ができるもの検察官ができないものっていうのを表にして出しても面白くないと思います。 で、知ってるよって言って、本当はわからないかもしれないのに、知ってるような感じになってしまう可能性があります。だから、一つ一つクイズ形式にしていきますので、皆さんは必ず回答を聞く前に、自分の考え、自分の結論を言ってください。できるできないって言ってください。言わないとダメですよ。あるいは、 口が出せない方はあの電車の中とかで聞いていて口に出せない方は電車の中とかで「できる!」とか言っちゃうと、えー、これ周りの人困りますからそういう場合にはもう心の中で言うかあるいは心の中で言うとごまかす可能性がありますからなんか「まる」ってそぶりをするとかああいうふうにしていただければと思いますでは大丈夫でしょうか、えー、一緒にクイズを始めていきましょうまず問題の1、えー、貢献開始の審判の請求 貢献開始のの審判の請求さあこちらはどうでしょうか、えー、貢献開始の審判の請求こちらは誰ができるかまず考えていくと貢献開始の審判の請求に関しては本人配偶者そこしっかり押さえてくださいあとは四親等内の親族 これも試験に出たりしますから本人、配偶者、四親等内の親族それから保護者監督者ですね保護者監督者っていうのはもうまとめていっちゃいますが後見人だとか後見監督人とか補佐人補助人とかそういうふうな保護する人あるいは保,佐保護する人監督する人がついていればそういう人本人、配偶者四親等内の親族保護者監督者それから検察官ですね検察官もすることができます。 検察官も公益の代表として請求することができるんだというふうに押さえてください誰も請求しないということであればあもう後見開始の審判の要件を満たして保護者をつけてあげたい状況なのに誰も身近な人が申し立てをしないもんですからあこれはもう民法の保護を受けられないよって言ったら逆に可哀想ですからねこれはもう検察官が公益の代表として請求することができます貢献補佐 補助開始の審判取り消しの請求これまとめてあとは補助人の同意を要する旨の審判の請求これも検察官することができますからこの辺りの請求検察官できるよ、えー、この辺りの請求については検察官できるよというふうにまとめて押さえておいていただければというふうに思いますよろしいでしょうかでは次です第2問不在者の財産管理についての請求不在者の財産管理についての請求 どうぞ、できるかできないかこれはできるということになります不在者のの財産管理の請求例えば不在のままで財産管理がついてないときに、えー、公益の代表がいや「管理した方がこれいいじゃないか」「管理しないと大変なことになるぞ」って言うならば管理した方が公益に えー、しますよねですからこの場合には、えー、不在者のおです、ね、財産管理についての請求検察官からもすることができるんだというふうに、えー、押さえておいていただければというふうに思います。よろししいでしょうか